広域自治体だからこそできること、これをしっかりと声として都政に届けていただきたい。私たちは鈴木昭弘さんにまさに都政の場で仕事をしていただくことによってこうした思いの実現を図っていきたいと考えているわけであります。本日は鈴木昭弘さんの様々な政策を書いたパンフレットを皆様に配布をさせていただいております。ぜひそちらもお手に取っていただければ幸いでございます。それでは鈴木昭弘前都議会議員より皆様に政策の一端のご訴えをさせていただきたいと思います。鈴木昭弘さん、よろしくお願いいたします。ただいま、2015議会議員より応援のこの挨拶をしていただきました。本当にありがとうございます。私たちは、今から議会、国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 会、